ゲイリープレイヤーは南アフリカヨハネスブルグ出身のプロゴルファー。メジャー大会通算9勝を挙げ男子ゴルフ史上3人目のキャリアグランドスラム達成者となった。何あの黒表と呼ばれる。アフリカから登場した最初の本格的なプロゴルファーとして活躍してきたゴルフ界を代表する人の一人である。ゲイリープレイヤーは父親が 近郊掘りの仕事に従事していたことから、経済的には恵まれた家庭に育ったが、8歳の時に母親を亡くしている。14歳からゴルフを始め、1953年に18歳でプロ入り。それまでゴルフ界は大半がアメリカやイギリスの選手たちで占められていたため、プレイヤーはアフリカ出身のゴルファーの開拓者となり、 古国の南アフリカやオーストラリアなど世界各国のツアーを回り始めた。彼のゴルフツアー優勝記録は1956年から始まる。1957年からアメリカ PGA ツアーにも参戦を開始する。1959年の全英オープンでメジャー大会初優勝を達成。マスターズトーナメントは1961年。 全米プロゴルフ選手権は1962年に初優勝を果たし、ついに1965年の全米オープンでメジャー大会4冠獲得を成し遂げる。こうしてプレイヤーはジーン・サラゼン、ベン・ホーガンに続くゴルフ史上3人目のキャリアグランドスラム達成者となった。すぐ翌年の1966年にジャック・ニクラスが続いてキャリアグランドスラムを達成した。 1974年に世界ゴルフ伝道が設立され、プレイヤーは直ちに伝道入りを果たす。彼のメジャー大会優勝記録は、1978年のマスターズまで続き、総計9勝となった。通算9勝は、ベン・ホーガンと並ぶ歴代4位大記録である。PGA のレギュラーツアーでは、総計24勝を挙げたが、1978年に、 マスターズを含む年間3勝を記録したのが最後になった。国際試合の勝利を含めると、プレイヤーの優勝回数は100勝を上回る。PGA のチャンピオンズツアーでも通算19勝を挙げた。最近はプレジデンツカップで国際選抜チームの監督を務めるなど、今なおプロゴルフ界の重鎮として多大な尊敬を集めている。 プレイヤーの故国南アフリカからも、アーニーエルスやレッティフグーセンなどの後輩選手たちが、世界トップクラスの名選手として活躍している。フトジは、メジャー大会南アフリカツアー計73勝号、PGA 計18勝、その他その他、計25勝を挙げている。フトジは、メジャー大会。全英シニアオープンは当時チャンピオンズツアーの大会に、組めていない。 1964年から競争馬の生産に取り組んでいる。1974年、北ケープ州にある牧場を取得。2003年時点では110頭の繁殖品馬と6頭の種ボ場を所有していた。2009年にはアメリカにおいて、ブリーダーズ・カップスポーツレーシングエクセレンスアワードを受賞している。ありがとうございます。